君の名前は？エドウィナです。僕はジョン・マクバーニー校長。どうして知ってるの？来た時おっしゃったじゃない。僕が？あの時のことは全然覚えてない。実は今でもまだなんだか夢を見てるみたいだ。女子ヶ島の主人みたいで。名前は？エドウィナ。僕はジョン・マクバーニー校長さんでしょ。どうして知ってんの？ご自分でお名乗りになったわ。僕が？そうか、まるっきり覚えてないや。よくわからないけど、なんか妙な雰囲気だね。まるで女学校にでもいるみたいな感じでさ。名前は？エドウィナよ。俺はジョン・マクバニー校長ね。なぜわかったんだ？ここに来た時そう言ったわ。俺が？そうか、全然覚えてない。なあエドウィナ、どうもよくわからないんだが、俺は女学園で捕虜になってるのか？ここは女学園よ。で君はここの校長先生？校長はあの写真の方です。ミス・マーサ・ファンズワース。男の方は誰？お兄様のマイルズさんです。今どうしてるの？わかりません。亡くなったらしいですわ。じゃあここには男はいないの？とにかく同じ囚人になるならここの方がいい。南軍の牢屋に行くより。これからどうするか私が決められるといいんですけど。決めるのはミス・マーサです。ごちそうさま。じゃあその君が校長？ファンズワースさん、あの絵の方。ここでは院長って呼びます。後ろの男は？お兄様マイルスさん。その人もここに？ここにはいないわ。噂じゃ亡くなられたって。でもここ誰か男はいるんだろう？いいえ。そう、ここにいることを神に感謝しなくっちゃな。少なくとも監獄よりはマシだ。あなたはここで歓迎されてるわけでは決してありませんのよ。院長先生もそうおっしゃるでしょう。またね。君は学園長か？園長はあの絵の女性よ。ミス・マーサ・ファンズワース。隣の男は？お兄様のマイルズよ。どこにいる？行方不明、亡くなったらしいわ。他に男はいるのか？じゃあここに来たのを神に感謝しなくっちゃ。南軍の収容所じゃなくて。どうするか決めるのは私じゃないの、園長先生よ。じゃあ。いや、僕の命を助けてくれたお嬢さんか。何してるの、入っておいでよ。いや、確か君僕の命の恩人だったよね。こっちにおいでよ。いや、命の恩人のお嬢ちゃんじゃないか。入って座るといい。よかったよ。ここに男はいないって言ったね。ランドルフって誰？ランドルフのこと忘れてたわ。そのうちきっと会えます。何者？ランドルフってカメなの。エミーのペットなのよ。なんだ。うまいじゃないか。ここは女ばっかしじゃないんだね。ランドルフって？ああ、それ言うの忘れてたわ。そのうち会えるわよ。何者？ランドルフって亀の名前なの。エイミーのペットなのよ。ああ。うまいもんだ。ここに男はいないんだろう。ランドルフって？ああ、ランドルフを忘れてた。そのうち会えるわ。誰だ？ランドルフは亀の名前、エミーのペットなの。ああ。ああ、行かないで。今行ってしまったら南軍が来たりしてもう会えないかもしれない。まだ君の名字も知らないんだ。どうしてそう僕を怖がるの？まさか怖がってないわ。じゃあ僕がヤンキーだから？ああ、そういうことか。君は男ってものが怖いんだ。もう少しいてくれない？話がしたいんだよ。パトロール隊に踏み込まれたらもう会えなくなるかもしれない。君の名字も知らないのに僕ってそんなに怖いのかね。怖い？そんなことないわ。僕が北軍だから敬遠するの？そうか、つまり君は男一般が怖いわけだ。いてくれ。君が行った後南軍の兵士が来たらもう会えないかもしれない。名字も聞いてないし、なぜ俺を怖がるんだエドウィナ。別にそんなことない。俺がヤンキーだからか。なるほどな、つまり君は男が怖いんだ。あんまり良くない男に出会ったみたいだね。君は恋を知らないんだろ。かけてもいいよ。
恋もしてないのにどうして男がわかるの？その話はしたくありません。じゃあやめよう。この学校へ来てどのくらい？15の時に来てもう7年です。ねえドビナ、自分のことを眠れる森の美女だと思ったことない？王子様のキスで目が覚めるって。君が付き合った男はよっぽどお粗末だったんだな。それとも何かな、恋をしたことないの？じゃあ男を信じないってのはどっから来たの？そのお話はしたくありません。よし話題変えよう。君この学校にはいつから？15の頃からずっと。7年になるわ。じゃあ君はどっからか王子が現れてキスで眠りを覚ましてくれるのを待ってるわけだ。眠れる森の美女じゃないけどもさ。そうだろ？ひどい目に遭わされたって口ぶりだな。君は恋愛をした経験がないんだろう。だったらなぜ信じられなくなったんだ？その話はしたくないわ。じゃあやめよう。ここには何年いる？15の時からで7年になるわ。君は自分が眠れる森の美女のようだと思ったことはないか？王子のキスで自由になれるのを待ってると。